滝野由美子は日本のアイドルであり、女性アイドルグループ STU48 のメンバー。香川県生まれ、山口県出身、広島県在住。山口県立防府西高等学校卒業。Mama&Son所属。身長164センチメートル。血液型は O 型。小学生の頃にテレビで可愛い服を着てキラキラしているアイドルを見て素敵だなと思ったことをきっかけにアイドルを志すようになる。同じく小学生時代、中学生だった姉のマーチングバンドの練習を見に行き、サックスと出会う。以後、早くサックスを吹きたいと思い続け、中学校進学後に吹奏楽部に入部、アルトサックスを始める。中学2年生の時に転校した先の中学でも、吹奏楽部に入部し、アルトサックスを続けた。この時、ヤマハのサックスを購入し、初めて自分の楽器を手にする。吹奏楽強豪校に進学した姉の吹奏楽部の演奏に刺激を受け、同じ高校に進学し、アルトサックスを続ける。同高校では、始発で通学し、朝練、昼休憩に、昼練、放課後に、部活の練習が終わった後も、個人練習をするほか、片道約2時間半かけて、個人レッスンに通うなどサックス付きの高校生活を送った。高校2年から愛希は、セルマーシリーズ2。もっとサックスを学びたいと大学への進学を目指す。高校3年時には、吹奏楽部内2チームのうち1チームのリーダーを務めた。2016年春頃、エリザベト音楽大学入学と同時に、山口県から広島県に引っ越してきた。入学後は、マツダスタジアムでビールの売り子のアルバイトをしており、売り上げは常にベスト3に入っていた。3月19日、STU48 第1期生オーディションの最終審査を通過し、仮合格者となる。オーディションでは、ディズニー映画、塔の上のラプンツェルの劇中歌、輝く未来を歌った。滝野にとって人生初のオーディションであり、最初で最後と決めていたという。オーディションを受けることを決意したのは、広島の大学進学がきっかけであり、STU48 が瀬戸内を拠点としていなかったらアイドルのオーディションを受けていなかったと思うと語っている。4月25日、AKB48 の4ナインスシングルの選抜メンバーを決める第9回 AKB48 選抜総選挙の公式本 AKB48 総選挙公式ガイドブック2017の名物企画、注目の100人のメンバーに選ばれた。5月3日、広島市で開幕した2017広島フラワーフェスティバルのステージにおいて STU48 としてお披露目された。5月31日発売の週刊少年マガジンで漫画誌初登場にして初の単独表紙を飾った。最終審査に合格してから73日での表紙デビューは漫画誌の表紙としては AKB48 グループ、乃木坂46、欅坂46の歴代メンバー最速である。続けて別冊、角川でも単独表紙を務めた。6月3日、初の STU48 単独ライブを岡山未来ホールで行い、自身がセンターを務める STU48 初のオリジナル曲、瀬戸内の声を初披露するなど5曲を披露した。7月8日、STU48 のデビューシングル、暗闇の選抜メンバー16人が動画配信サイト、ショールームで発表され、センターを務めることが発表された。楽曲のセンターを務めるのは、AKB48 の4エースシングル、願い事の持ち腐れ劇場版のカップリングに収録されている。瀬戸内の声に続き2作目となる。8月30日、関西コレクション2017オータム&ウィンターのランウェイにモデルとして出演した。9月10日、AKB48 が11月22日に発売する 50th シングル11月のアンクレットで初めて AKB48 のシングル選抜メンバーに選出されたことが発表された。同作のタイプ A に収録されている STU48 のオリジナル曲思い出せてよかったでは3作目となるセンターを務めた。12月31日、第68回 NHK 紅白歌合戦に AKB48 として出演した。1月8日、神田明神で行われた AKB48 グループの成人式に新成人として参加した。20歳の意気込みを聞かれ、2018年は STU48 のデビューの年。先輩たちに負けないグループを1年間で作っていきたい。私はまだこの世界に入って1年経っていませんが、いろんな経験させてもらいました。その経験を踏まえて、この瀬戸内の良さ、STU48 の魅力を皆さんに伝えられたらと答えた。1月20日、東京ドームシティホールで行われた AKB48 グループリクエストアワーセットリストベスト100 2018 2日目にて AKB48 が3月14日に発売する5ファーストシングルジャーバージャの選抜メンバーに選出されたことが発表された。同作のタイプ ABC 劇場版に収録されている STU48 のオリジナル曲ペダルと車輪時と道とではセンターを務めた。4月13日、STU48 選抜メンバー9人による新グループ CGB41 としてクリーム玄米ブランのテレビ CM に出演することが発表された。滝谷がセンターを務めるオリジナル曲、夢力が CM 内で披露され、4月22日より配信リリースされることも決定した。6月16日、AKB48 サードシングル世界選抜総選挙の開票イベントでは STU48 の生え抜きメンバーで最上位となる74位にランクインし、アップカミングガールズに選出された。6月17日、名古屋ドームで行われた世界選抜総選挙5例大握手会にて STU48 のセカンドシングル選抜メンバー16人が発表され、ファーストシングルに続き滝谷がセンターを務めることが決定した。STU48 名義の楽曲としては通算5作連続のセンターとなる。7月25日、初の連続ドラマ、マジムリ学園出演を機に STU48 の生え抜きメンバーで初めて Twitter の公式個人アカウントを開設した。8月8日、マツダスタジアムで行われた広島東洋カープ。中日ドラゴンズ戦で自身初の始球式を務めた。9月16日、ガールシュワード2018オータム、ウィンターのランウェイにモデルとして出演した。10月5日、楽天生命パーク宮城で行われた東北楽天ゴールデンイーグルス千葉ロッテマリーンズ戦で始球式を務めた。10月14日、初の単独間番組、STU48 滝野由美子の恋する青春48切符 0系 からリニアまで。新幹線全制覇プロジェクトに出演。10月19日、舞台版、マジムリ学園で舞台初出演。3月28日、ニコニコ動画での STU483 周年生放送内で、Mama&Son 所属の向井地美代からのメッセージで、STU から移籍して4月より、Mama&Son に所属することが発表された。6月26日、YouTube 予備校、ただ予備内で大学受験に再び臨むことを発表した。STU メンバーとしての活動は継続し、勉強との両立を図るとしている。10月18日放送の STU48 維新テレビ緊急企画ファンが決めちゃうユニット発表 SP 内で開票された。ファンが決めちゃう STU48 6 シングルカップリングユニットでは4位となり、メンバー入りを果たした。9月22日、ファースト写真集、君のことをまだよく知らないを発売予定。通常版のほか、Amazon、楽天ブックス、セブンネットそれぞれの限定表紙版が発売される。愛称は、ユミリン。チャームポイントは黒目。滝谷の漫画始発表紙となった。週刊少年マガジンナンバー26の撮影を手掛けたカメラマンの竹尾ディセンバーは、滝谷について、透明感という言葉はグラビアではよく使われる言葉だが、彼女の透明感は、それの一つ、二つ上をいく強さを合わせ持つ、別次元のものに感じた。こんな子が、まだいるんだなと、久々に嬉しくなった存在と評した。出版関係者から、清楚なルックスと称される一方で、数々の天然エピソードも発覚しており、滝谷本人も結構抜けてるところがあると自覚している。岡田奈々は、ユミリンは誠実で面白い子です。可愛くて、スタイルがいいし、ちゃんと自分の気持ちをみんなに伝えられるので、センターに合うと思います。マイペースなんですけど、言うべきことは言うし、仕事に対する意識がめちゃくちゃ高いですと述べている。ザウの銘は、プロとはその道での苦労を楽しめるということ。キャッチフレーズは、ユミリン、ユミリン、ユミリン。ユミリンエネルギーチャージ完了。はい、21歳の山口県出身、ユミリンこと、滝野由美子です。あんこという名前の犬を飼っている。特技はサックス。サックスに一目惚れしたことをきっかけに、中学、高校と吹奏楽部に所属し、大学でもサックスを学んでいる。本人は、サックスの演奏会に出ることで、技術的にはもちろん、仲間の大切さなども学ぶことができました。と述べている。STU48 劇場支配人の山本学にも、サックスの腕前は、はっきり言って、プロ級。今後の活躍に期待が高まるメンバーです、と評されている。2017年12月10日に東京ドームシティホールで行われた第7回 AKB48 紅白対効果合戦では、ソロでサックスの生演奏を披露した。オセロで中国地方1位になり、全国大会に出場した経験を持つ。趣味は鉄道鑑賞。AKB48 グループでは、元 SKE48 の松井玲奈と同じく大の鉄道ファンであり、新幹線大好きアイドルとして紹介されたこともある。鉄道好きな父親の影響もあり、家族で車両基地フェスタや鉄道博物館などによく行くうちに興味を持った。特に SL 山口が好きで、瀬戸内でおすすめのものに挙げている。好きな新幹線は500系。好きな食べ物は、尾道ラーメン、マンゴー、生クリーム。よく聞く音楽のジャンルは、吹奏楽。好きな本は、岩本隆夫の星虫。好きな映画は、海猿、恋空、オペラ座の怪人。好きな漫画、アニメは、こじこじ、名探偵、コナン、恋空、花より団子。好きな色は水色。好きなスポーツはスキー。好きな動物は犬。好きな季節は冬。尊敬するメンバーは、岡田奈々。STU48 名義、AKB48 名義、AKB48 名義。ありがとうございます。